俺の副官は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、お話ししていきますのが、まあ、こちらのイベントにあるですね、まあ、とある要素なんですけれど、それがまあ、本日限定のですね、まあ、こちらはまあ、僕もメインキャラで撮っちゃったんですが、荒野王者祭決定戦のこの報酬です。まあ、こちらはまあ、栄光勲章がもらえるんですけれど、今回こちらのリセマラができるのかどうかっていうのを試してみようかなと思います。それではやっていく。まあそれではやっていくんですけれど、とりあえずまあ僕もう本端末でゲットしちゃってますんで、はい。ゲットしているのであれば、ね、ゲットしているのであればですよ。まあここからですね、まあ僕レベル5アカウント大量にありますんで、その大量にあるレベル5アカウントにログインしてそこで受け取ることができれば、同端末制限がないことは証明できますので、早速その検証の方をしていこうかなというふうに思います。とりあえずアカウントの方を書いてまいりますね。はい、というわけで入ってまいりました。こちらの方ですね、見ていきましょう。イベントの方入っていきましょう。そして、こちらの結構下の方なんですよね、感染がですね。感染自体は下の方なんですよ。ですね、こちらですね、ページがあるじゃないですか。ここ押して入るじゃないですか。入って、こっからですね、もうすぐ抜けて、で、こっからもう抜けて、ページ閉じてから、こうやってね、もう一回開いたら報酬ゲットできるんですよ。これちょっとすいません、テイク2で、声入っちゃったんで一回消したんですけれども、報酬ゲットしてゲットできるのかっていう。あ、できますね。皆さん、これ、同端末制限ありません。はい。今回のこのね、荒野王者決定戦ですね。同端末制限ありません。まあ、その、イベント終了がですね、まあ、今、9時間半ですね。残り9時間半なんですよ。で、今、ま、2時半なんで、まあ、夜の10時まで、このリセマラすることができます。はい。なんで皆さん、レベル5アカウント持たれている方は、この方法で入ってですね。はい。入ってからの栄光勲章をゲットして、まあ、そして、こちらガチャの方から、まあ、プリズムリバースでもいいですし、ボルテックス物資の方でもいいですし、回していくことできますんで、皆さんこうやって回していかれてはいかがでしょうかといった感じですね。はい。いや、素晴らしいですね。皆さん、偽マラできますよ、これ。偽マラ可能という風になってます。はい。で、こっから先はですね、まあ今回は既存のアカウントを使って、回していきましたが、キャラクターを新規で作って、新規で作ったキャラクターをレベル5にしても、回すことができるのかどうかっていうのを試してみようかなという風に思います。とりあえず作ってまいりますね。はい。というわけで、キャラクターの方を作ってまいりました。こちらのキャラの方を、まあメインストレンダと、一番最後はコアレーシングに入って、まあ、ちょっとですね、レベルの方を上げておこうかなと思います。まあ、最近ちょっと銀貨配布がなくなりましたんで、まあ、そっちが使えないからですね、銀貨配布の代わりに最後まあコアレーシングを用いて、うまくレベルを上げていくという方法を試してみようかなというふうに思います。はい、というわけで、レベルの方ですね。5まで上げてまいりました。ちょっとこちらのキャラの方でですね、まあ、実際さっきの大会のやつできるのかどうかっていうのを試してみようかなというふうに思います。まあ、こちらですね、試合観戦入って、ライブ止めないといけないんで結構めんどくさいんですよね。戻ってからウィンドウ閉じて、で、これで受け取れるかですね。お、
受け取れますね。新規アカウントでも、まあ皆さん可能ですので、まあね、大会見ていて暇だなっていう人はですね、まあやって勲章の方を手に入れて増やしていくといいのではないでしょうか。で、このファッションエースとかもレベル5になりましたんで、受け取ることができます。このエースイベントすべて受け取って、専属も1回回せると。そう、今日これね、配信時間中はガチャをですね、課金ガチャを2回頑張れば引くことができますので、まあ見ながらちょっとですね、ワンチャンをかけてみるっていう、ワンチャンスにかけてみるっていうのもいいんじゃないかなと。はい、いうふうに思いました。はい。で、まあ今ですね、まあ無料で無限に栄光物資勲章を増殖する方法っていうのを解説したと思うんですけれど、まあそんな栄光勲章なんですが、まあ今回使ってでもいいと思うんですけれど、使わなくて僕いいと思うんですよね。はい。僕は重くてですね、その補填で、なんかこの間栄光勲章配られたじゃないですか。あの栄光勲章に関しては、実は取ってるんですよ。まあ、なんでかっていうと、まあ、取っといてですね、まあ、後々実装されるか、まあ、復刻されるであろうですね。まあ、とあるいろんなガチャをですね、狙ってます。はい。まあ、今回は、そんなですね、まあ、もしもそのガチャが復刻された場合、またあとこういうガチャを狙うべきっていうですね、そういう傾向について解説していこうかなというふうに思います。まあ、まずですね、復刻の話からしていきましょう。まあ、復刻この話したらどういうガチャを狙うべきかっていうのも分かると思いますんで、はい、していきますね。まず狙うべきガチャ、一つ目は新春マクラーレンですね。はい、春節の新春マクラーレンですね。通称白マクラーレンが入っていた栄光勲章のガチャ、まあ、これは結構ね狙うべきかなと思います。まあ、今年のね始まってすぐの時もまあ復刻されましたし、またなんか復刻されるパターンっていうのがあると思います。まあ、この栄光勲章でですね、白マクラーレンのガチャも確率高かったですね。1% か 2% ぐらいありましたもんね、白マクラーレンの確率。うん、結構高いですもんね。バカにできません。はい。ですので、まあ、まずそちらの方をですね、狙うべきかなと。それを狙うために、まあ、その今ですね、配られた栄光勲章ってのを保存しておいてもいいのかなと、はい、いうふうに思います。そして二つ目はですね、栄光勲章、狙うべきなやつは、同じくマクラーレンが入っていた、紅葉マクラーレンのガチャですね。はい。まあ、去年の秋ぐらいにあったガチャになりまして、まあ、こちらのマクラーレンですね、最初は 0.3% で、なんと紅葉マクラーレンが当たると。まあ、どちらかちょっと確率が改変されまして、弱体化したんですけれども、それでも 0.2% と、今回のですね、栄光勲章のガチャですね、金枠のメインの車が 0.08% ですので、もしもその 0.3% だったら、まあ、その 0.08% の3倍4倍とか、うん、それぐらいのですね確率になります。3倍4倍はさすがにでかいじゃないですか。はい、まあ、ですのでそういった確率のガチャですね、まあ来ましたら、うん、新春マクラーレンか紅葉マクラーレンが入ったガチャが復刻されましたら僕は狙うべきかなというふうに思います。最後3つ目、まあこれはちょっと弱くなるんですけれど、まあ、ジャングル物資ですね。ジャングルのジープが入っていたりとか、まあスキンとか入っていたりとか、まあ、なんかオレンジ枠の副スキンがまあ、結構バレにくいみたいな感じでなんか人気らしくて、うん、これとか、まあ、あと金枠はその金ランボですね。まあ、金ランボはまあ微妙っちゃ微妙ですけれど、当たりやすいんだったらまあ皆さん文句はないじゃないですか。はい、まあ、金ランボもね 0.2% とかそれぐらいの確率ありまして、まあ、今回のガチャのまあ2倍3倍ぐらいのはい確率となってますので、まあ、そこら辺をですね、まあ、ちょっと僕は心待ちにしていると、待っているというわけですね。栄光ガチャ、はい、そういった具合になってます。まあ、そんな栄光ガチャの方ですね、まあ、うまくちょっと使っていって、まあ、いろいろなんか今回保存した栄光勲章を活用し、完璧を狙っていくと。はい。まあ、すぐ使うのもいいですけれど、すぐ使わずに時間を分けて、より得できるタイミングで得をしていくっていうのも、僕はいいんじゃないかなと。結構ね、僕のキャラ残しているもの多いですので、まあ、そうやって今後も、まあ、活用していこうかなと、はい、いうふうに思っておりますね。はい。で、まあ、その、新規のガチャで、まあ、もしもこういうのが来たら回すべきっていうのも解説しておこうかなというふうに思うんですけれど、まあ、先ほどね、僕の話聞いとったら、ま、わかるとは思うんですが、まあ、金枠の1個の確率ですよね。これが高いガチャを僕は狙うつもりです。はい。まあ、例えば、まあ、0.2% か 0.3% かぐらいですね。金車の確率ありましたら、これを狙っていくといった感じです。はい。まあ、合計で 0.2% とかやったら、まあ、ぶっちゃけあんま当たらんすね。はい。1個が 0.2% だったら、そこそこ当たりますんで、そこら辺を皆さんね、狙っていくようにしていきましょう。一個の確率が高いガチャを狙っていくと。はい。基本的にそれがいいと思います。まあ、あと、ハズレの方も見ていって、ハズレの確率が高すぎたらちょっと微妙っすもんね。今回のその、コラボのガチャ、うん。延々の消防隊のガチャも、金枠一個一個の確率は高いんですけれど、あれ、ハズレの確率も高いんですよ。2.5% とかあるんで、もうちょっとハズレの個数がね、紫枠の個数が、まあ、多くて、0.1.9% とかやったらね、結構うまかったんですけれど、2.5% なんで、比率的に言うと、ま、普通なんですよね、ぶっちゃけ。銀玉とかそこら辺のガチャと比べるとまあまあ微妙だったかなみたいな、そういう風なガチャになっておりましたので、まあ皆さんですね、そうやって回していきたいなと、当てていきたいな、栄光勲章を今回配られた、まあ無限に増やした栄光勲章を活かして、よりなんかいろんなものを引いていきたいなと思われている方はですね、そうやってまあ工夫の方をしていって
てやっていくといいんじゃないかなと思います。僕も結構最近配られた勲章とか、一部外して違うタイミングで回してますもんね。金券とかも、はい。ちょっと外して回すことによって、まあ結構荒野行動運営、初期キャラ当てづらいみたいな、当たりづらいような環境にしている時って、まあぶっちゃけね、あると思うんですよ。まあ皆さんもそれを感じられる時っていうのがあると思うんですけれど、そういう時期があるのであれば、時期を外してあげればいいんですよ。はい。僕らがですね、荒野行動運営の想定の外で動けば、普通にね、確率のそういう絞りに合わずに当てることができます。はい。まあ、そうやってね、まあ、いろいろ愚痴を言うんじゃなくて、俺らの裏を行こうとした、俺らのさらに裏を行った荒野運営のさらに裏を行くっていうですね、はい。相手の動きのね、一手二手先を読んで、常に行動しながらやっていくことが、この先、リスマラプロには求められると。はい。まさに、プロのプレイですよね。だから僕は初心は出したんですよ。はい。まあ、そういう工夫が、まあ、皆さんですね、必要となってきますし、まあそういうの考えるのも面白いじゃないですか。そういう工夫をしてリセマロしていく、そういう意味でも自由度の高い素晴らしいゲームだなと。はい。荒野行動なんて素晴らしいんだ。うん、本当大好き。本当にね。うん、ネットイースも大好き。マジでもうシュキシュキって感じ。銀南さんもね、大好き。あのね、もう豊満なね、包容力のある体に抱きつきたいなっていう風に思いました。そんな感じです。まあこんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知の方よろしくお願いします。 Twitter やってます。フォローバしろと言われたらフォローバしますのでよろしくです。 TikTok、ミルダム、そちらの2つやってます。ミルダムの方では全てのリサバラライブやっておりますので、リサバラの恩恵得たいなという人はそちら来てください。よろしくお願いします。 YouTube コミュニティ欄とミルダムの方で無料クランロゴ作成企画の方やってますんで、欲しいなという人はそちら来てください。よろしくお願いします。 LINE の方で動画の通知や最新情報の方もお届けしておりますので、そちらもよろしくです。サブチャンネルでもぼちぼち料理動画上げてますんで、よかったらそちらもご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。